調子が乗らない。そろそろ新曲出しておきたい時期なのに。頭が回らない時って甘いものって言うよね。何かないかな。備え付けの冷蔵庫に何か入ってる。ジュースとプリンだ。冷蔵庫の中にプリンもお約束なのかな。あれ、蓋にネプノって書いてある。ネプノ、ネプテューノさんの最短3文字で収めるなんて、さすが女神様。でも他には何にも、ないみたい。ないとわかると急に。でもネプテューノさんのだし、食べ物の恨みは恐ろしいって言うし。何迷ってんの？仲間なんだし、いいじゃない。だいたいこういうのは置いとく方が悪いのよ。僕、そんなこと思ってない。でも、甘いもの欲しいんでしょ。なら誰かのなんて大した問題じゃないって。そうかな。 5PB 茶を迷わせる悪魔の人格よ。
下がりなさい。悪魔の声に耳を傾けてはいけません。意志を強く持ちなさい。一体どうなって。私はあなたの心に宿る天使の人格。思い出しなさい。それは 5PB ちゃんのプリンではありません。偽善者ブッダって得なことなんか一つもないわよ。欲しいなら欲しい、食べたいなら食べたい。もっと素直になったら。食べてはなりません。どんな言い訳を並べようと人道に反することです。前を見て。口の中でとろける濃厚な甘さ、それを引き立てるほろ苦いカラメルソース。人のものに手を出すことが悪いことだと本当は分かっているのでしょう。食べろ食べろ。結局僕はどうしたらいいんだ。買ってきたら。傷は大丈夫？すまない、弟よ。お前も傷ついているというのに。謝るのは僕の方だよ、兄者。だって、兄者の傷は僕をかばったせいで。弟を守るのは兄の役目。私は兄として当然のことをしたまでだ。無理を言って依頼をもらったというのに。このざまでは我ら兄弟の信用はさらに落ちてしまうな。さっきのモンスターうまく負けていなかったのか。逃げろ弟よ。私を担いでいたは逃げ切れん。やだ、兄者を置いていくなんて僕にはできない。くそ、誰か助けてくれる人はいないのか。無駄だ我が弟よ。我ら兄弟は少々悪さをしすぎた。都合よく助けてくれるものなど。諦めるのは早いわ。モンスターめ、正義の一撃受けてみろ。危機一髪だったね。なぜだ、なぜ我ら兄弟を助ける。あいにく人助けの相手は選ばない主義でね。困っているのはたとえあんたたちみたいな悪人でも助けるのが私のポリシーだね。たとえそれが正義のヒーローをペタンコ呼ばわりする不悪党だ。助けてくれる者がいる。まだこの世界も捨てたものではないとは思わないか。
兄者。私は思うのだ。やり直してはみないか。兄弟もペタンコヒーローのように見捨てられた者にも迷わず救いの手を差し伸べる。そんな生き方に。それは決して簡単なことじゃない。けど僕たちと同じような境遇の人たちを僕たちが救えるのなら悪くはないと思うよ。そうだよ。誰も救ってくれなきゃ自分が誰かを救えばいいんだ。そうすればいつかきっと誰かが救ってくれるはずよ。ありがとう、ペタンコヒーロー。君とその大草原のような胸は一生忘れないだろう。終わろうとしているのにペタンコ言うな。だと確かラステーションは荒野だって言ってたです。アバウトな情報だったから肯定しようがないけど、適当にぶらついて運を天に任せた結果なんだし、とりあえずこの辺で探してみましょう。
んか緊張するな。ちょっとだけ本気出してみるね。なったかな。やったです。レベルが上がったです。やった。なったかな。
僕の歌を聴け。必殺技で決めるよ。Thank you.
嬢さんたち、何しにここへ来たんだい？まさか、僕ちんのお宝を盗もうっての？お宝？あなたお宝持ってるの？あ、でもそれまさか、お宝画像とかじゃないよね。ふん、僕ちんがそんな悪趣味な男だとでも？趣味って、別に私、お宝画像って嫌いじゃないけど。どうやら僕ちんとは話が合わなそうだ。悪いけどお嬢さんたち、ここで死んでもらうよ。実は僕ちんのお宝の中にはこんな便利なものもあるんだよね。モンスターが出てくるんでしょ、このディスク。マジコンヌさんのモンスターのディスクです。まだ残ってたですか？まずいですよ。早く壊すか捨てるかしてほしいです。どうしてさ、これを使うとブブーンってモンスターが出てきて僕ちんを守ってくれるんだろ。アホね、ランプの魔人か何かと勘違いしてるんじゃない？巻き込まれたって知らないから。さあ、ライブ開始だよ。そこ当たって。なんか緊張するな。ものは命さ。イエーイ、もう一丁。思いっきり行くよ。もう一回行くよ。くらえ。こんな感じはどうかな。一撃だよ。私と踊ろう。もっと遊ぼうよ。遠慮はいらないよ。まばたき厳禁。遊ぼうよ。この手加減しないよ。吹き鳴らすよ。熱いハートを吹き鳴らすよ。アイドルも楽じゃないのよね。あ、頑張るんですの。当たってほしいんですの。狙いは外さないんですの。妖精さん激励の充実ですの。まだまだガスパの攻撃ですな。へい。邪魔ですの。
イカリア君、必殺技コマンド入力完了。Yeah!
ラストステージだよ。この手加減しないよ。そうなのをあっという間に倒しちゃうなんて。お嬢さんたち、少し見直して。ねえ、見直してくれたのはいいんだけどさ、ここに古の英雄の武器ってない？唐突に聞いてくる、お嬢さん。しかし古の英雄の武器なら持っているよ。ボクちんのお宝がそれさ、見たまえ。これがその英雄マウスロープの組織巨獣さ。といってもその10波のパーツだけどね。英雄マウスロープの組織巨獣、なんかすごい名前だね。でもイースンの言ってた通りみたい。銃波ってのは銃のグリップのことね。これもらえない？どうしても英雄の武器を完成させなきゃいけないの。二つの銃口から発射される弾丸はまるで獣の咆哮。女神との戦いでその突破口を開いたのがこの組織巨獣だと言われている。せっかく見つけたお宝だったけど、この組織巨獣はより強いものが持つべきかもね。ぜひ持って行ってくれよ。いいですか？せっかくの宝物なのに。ありがとうです。頑張ってここまで来た甲斐があったです。この葬式居住の他のパーツについては何か知らない？英雄マウスロープは旧教会にその信者が多い。
旧教会に関連する場所になら、ひょっとして見つかるかもしれないね。手入れは怠らずに毎日しているの。当たり前のことなんだけど、大切よね。教員の人たちがいたところだね。でも、もう教員の人たちはいないみたい。あ？なんだね、君たちは。何か用かい？あの、おじさんたちはここで何をやってるの？ああ、ここは旧教会の中に開設した派遣村でね。恥ずかしながら、我々仕事に敗れた者たちを教会が救済するために作ってくれたのさ。ラステーションがそんなことになってるんだ。ところで、マウスロープって名前知ってる？ああ、旧教会の英雄のことだよね。今でこそ忘れられた存在だけど、彼がいなかったら今のラステーションはなかったさ。に関わる異物か何かここに残ってたりしないですか？例えば古い大きな銃とか。古い大きな銃。そういえばちょっと待っててくれ。派遣村を開設するときに旧教会のものをいろいろ整理したんだ。その中にこんなものがあったのを思い出してね。何これ？これが巨大な銃とどう関係するの？鉄でできた巨大ヘチマじゃない。ヘチマって鉄でできてるんですか？あなたたちはどんな目をしてるの？ほら、この穴は弾丸を込める穴で。そうかな？見たことはないけど違うと思うな。まあ、愛ちゃんが言うなら一応もらっとくけど。おじさん、いい？ああ。もうすぐ処分されるものだったからね。構わないと思うよ。それから町の資材屋へ行けば君たちの持ち物が何なのか調べてくれると思うよ。じゃあ私はこれで。
ど。おじさん仕事ないくせに頭いいね。それは少し失礼だと思うです。防具も置いてないからあんまり用ないんだよね。ここ来て第一声が用がないか。相変わらずみたいだな。それにしても急にどうしたサンバガトリオ。こっちも特にシアンから受けた注文はないぞ。うわ、なんか呼び方が悪口にランクアップしてるよ。サンバガトリオじゃなくてトリオ芸人でしょ。どっちも呼ばれたくないわね。それよりこれが何なのか見てほしいの。私は銃のグリップとシリンダーだと思うんだけど。私は鉄のヘチマと呼んだけど、どう？おお、これはかなりの難物だぞ。素材自体は今では珍しくないものだが、なかなかの年代ものだ。というよりほとんど異物レベルだな。だが多分言った通りグリップとシリンダーだろう。しかもこれはただの銃じゃなさそうだ。こんなものを扱えるのはよほどの大男か伝説の英雄くらいなものさ。へえ、アイちゃんの当たりだね。残念があるのよ。ここは喜ぶところでしょう。どうやらジョーちゃんたち、これが英雄マウスロープの葬式居住ってことを知ってるみたいだな。え？おじさんも英雄の武器のことを知ってたですか？知ってるも何も、これが何だかわかるか？この2つのガラクタはただのガラクタじゃない。巨大なトリガーとハンマーだ。まさかそれも葬式居住のパーツ？もしやと思って大事に取ってあったんだが、大きさ的にもこのグリップとシリンダーにぴったりじゃないか。でもでも肝心の重心がなかったら分からなくない？それならとっておきの話を教えよう。俺はこう見えても昔のことに興味があってな。マウスロープってのはその時代の英雄の中でも新しい技術をいち早く取り入れた人物だった。先見の目があったんだな。俺はマウスロープは正しかったと思う。マウスロープがいなかったらかつての女神なんかと対等に争えなかったさ。マウスロープはさらに深海へ手を伸ばそうとして、その失敗から失脚してしまうが、その後は辺境の地で静かに暮らしたということだ。マウスロープは葬式居住を死ぬまで手元に置いていたらしい。ラステーションの大陸の辺境にな。知り合いの考古学者から聞いた話だ。時間があれば俺が行きたかったんだが、ジョーちゃんたちが見つけてくれれば俺も本望さ。大陸の辺境ですか。ネプネプ、でもこれは重大な情報ゲットです。私の巨大ヘチマ説が破れたのも残念だけど、ま、行ってみますか。